こんにちは、ネモです。パワープルアプリやっていきます。今回は、カマクリ君でバットイベおさらば安定していい外野手制度で作りに行ったという回です。早速行きましょう。で、今回のデッキこんな感じですね。清本、倉持、久方、白井、中之島、で、カマカリと。で、まあ、ゆっくりサクセスしたいなっていうところと、もうバットイベばっかりなんで最近。カマカリ入れて、せめてランダムで起こるバットイベはもう回避したいな。というところと、まあ、カマカリ入れると、コツの安定感が増すんで、阿部比とか、流し打ちとか。中之島とも相性いいんで、まあ、入れたという感じですね。早速、行きましょう。で、まあ、制度を送ると、まず、一番初めにやるのが、SR の評価上げか、もしくは、監督の評価ですね。まあ、ライチたち、薬師高校との試合で、まず、レギュラーで出ましょうというところですね。あとは、今回、倉持入れてるんで、結構な数、まあ、制度魂燃やすことができるかなと思ってます。で、倉持には、まあ、制度魂燃やしてもらうのと、あとは、臨床ポイントおよび、白井くんの介護をですね、まあ、コツの介護ですね、をしてもらえればいいかなっていう感じです。うん、肩連ばっかだな。まあ、バランスよく選手を作成していきたいので、メンタル練習もできればほぼほぼやっていきたいなというところです。で、中之島か、まあ、びっくりは出たら追う感じですね。誰でも。で、体力が全然なくなってしまってるんだなと。うん、いいですね。監督がメンタルにいると、まあ、やりやすいですね。で、清本は、僕一番初めに、清本を使った時に、あ、フリーバッティング、福井部、体力減らねえじゃんと。2回目以降減るみたいです。で、ローボールヒッター掴んだので、これは先に取っちゃいますと。もう1回でいいんだよね、ローボールヒッターとかは。で、カタレンに清本と。広角を先に押してほしいですよね。一緒に練習でしたね。で、久方は、技術ですね。今回、倉持いるんで、まあ、ほぼほぼ、ほぼほぼ、まあ、敏捷は大丈夫でしょう、という感じなので、技術を、まあ、多めにもらう感じですね。バランス取るために、まあ、敏捷に行くこともおそらくあります。で、送球骨を一応くれるんだが、微妙だなと。倉持もいないなと。どうしようかな、送球骨狙いに行くかな、これだったら。あ、まあ、これ打撃練習ですね。監督と釜狩りいるんで。おっと、監督がなかなかくれないですね。これはさすがに体力回復だなと。フリーバッティングか。金徳イベが来てくれると嬉しいんですけどね。で、倉持が一応いると。これはここだな、さすがに。ただ体力も結構つらいなと。19% か。倉持いくか。そうですね。技術かな、とりあえず。あ、いいですね。まあ、ここだな。間違いなく。
これ誰もらおうかなと。守備職は教えてもらえるので、買ったね、パワーヒー誰行こうかな。ジュンさんレーザービームがいいかな。ガイアなんだよね。まあ、もしワンチャンあればレーザービーム取りたいって感じです。で体力が全然ないと。キャップいるな、キャップ行きたかったな。そしてまだ監督の評価まだっぽいんだよな、いねえか。まあ気を持ってな、早めに降格パーヒーは教えてもらいたいんでね。逆境か、ここで辛いな、体力削りは。メンタルいないか、さすがに。これ監督の評価ギリだな、大丈夫かなと。あと1回だな、やっぱり。実質とかもすげえいい感じだな。これは、いやー、ここで体力削られたくないんだが、どうしようかな。まあいいか、その怪我しにくさで終わらせといてもいいんですよ。なんで、わー、監督が、いやー、これどうすっかな。寺持ちびっくりも出てんだよな。足りないな、相当。ヘッドスーラー、どうすっかな。でも監督の評価いきます。次の練習試合はどうしてもレギュラーで出たい。OK ですね。で、まあ、倉持のびっくり一回犠牲にしたんで、もう是が非でも活躍はしたいところですよ。ただ、能力つらいな、初期値つらいな。行きましょう。もう間違いなく勝利はしたいところですね。OK ですね。まずは1本ですね。いやー、同点かいけない。いやー、ちょっと早いですね。清本のお知らせ来ましたね。明日みたいですね。明日の水曜日の2時に、更新ということで、すごい楽しみですと。というか、こんなにホームラン打ってるんだから、すごい打ち込まれてるな。おいおいおい、どういうこと？いやー、ひどい、これは。21安打13。これひどいな。いや、ひどいな。パワー F でこんだけ頑張ってんのに。これは稀に見るひどさですね。おー、最後のチャンスが。三島もいなくなってる。あー、ちょっと早すぎた。これも早いな。フォアボールか。いやー、自分のせいですね。いやー、ものすごい乱打戦になりましたね。こんなんあるんだな。まあ経験点的には最後の10
点はもらえなかったんですがというところでしたね。びっくりしてるんだが、結構いけないなと。休むしかないな、これは。はいですね。で、倉持がまだ光っているはずでと。おー、フリーバッテリー。そうですね。で、清本の金徳はなんかパワーが取得に関係するらしいので、できるだけパワーは上げておきたい感じですね。ね、白いくんびっくりと。早急が欲しいと一度。ああ、マンネロとか。なかなか辛いぞと。メンタル練習か。倉持かな。まあ、聖堂来たら倉持をとにかく追っかけて、聖堂魂を何回も燃やしてもらうのがいいかなと思ってます、僕は。で、意外性どうしようかな。いらんか。で、まあ今回は体力あるんで、普通に焼けがうまくなりたいですね。そうですね。倉持しか光ってないな。渋々ですね。気温部と呼んどいてもいいんだが。メンタルか。まあいいですね。これで渋色取れましたね。オーケーですね。アーティストもらいましたね。ただ、パワヒはまだ取れてないと。しぶしぶだな。お、いいですね。倉持、これは行こうかな。ヘッドスライディングは直撮りしますと。チャンネがいいな。チャンネが欲しいな。あ、しぶしぶ取ってねえな。しぶしぶはいらんぞ、マジで。おー、いいですね。ソウルコツは欲しいコツですね。で、メンタルいくか。聖堂魚誰かいれば。誰もいないっすね。体力削られまくるな。こういう時やっぱ彼女マネさんいれば結構楽なんですけどね。なかなか辛いっすね。守備職は取っちゃおうと。倉持いるんだが、なかなか体力が燃えないかな、これギリ大丈夫かな。こっち行こうかな、したら。で、神木会で早急まで欲しいと。いや、いいですね。で、ギリ燃えない感じですね。あと一回精神力いったら燃える感じですね。体力が全然ないんだが、いいですね。カマカリアイベント全部優秀ですね。本当に使いやすいですね。で、あ、そうか、久方のイベントがもう金属のイベントが起きてるので、まあ、早めにミートカーソルはできるだけ上げてというところですね。で、倉持行きたいんだが、もう行っちゃうか、これ。ああ、いいですね、マネさん、ナイスですね。おっと、あ、よかったですね。今回はバットイベ、ランダムバットイベはなんとか避けられてる感じですね。で、白井くん、マンテロイ男を取りたいなと。取れるかな。メンタル足りんな。
お願い、それだけはやめて。うわー、つらい。まあこれぐらいの引きですね、僕は。先に取らなかったのが良くなかったですね、そもそもが。いやー、満塁男つらいな。で、カマカリがびっくりしてるってこっちですね。うわー、これ練習できない。倉持ちいけなかったこれで。うーわ、つーら。まあメンタル練習だな。はい、ですね。おーっと、また体力減らされたな。で、誰かびっくりすると、白井くんか。これもうあと送球コツしか残ってないんだよね。さすがにくれるでしょうか。お、電光石火のイベントも今更ですけど進んでますね。ただまあ盗塁、まあ無理でしょうね今回は。で、清本が、清本さんがと思って逆境取っとかねダメだな。うん、やっぱ精神全然足りないですね。パワヒをくれとマジで。あー、広角かと思ったか。いやー、結局バットイベンに捕まりましたね。倉持と、いやー、いいですね、倉持ち。骨いべか。いらねえな、骨いべ。うーわー、これもったいねー。さすがに清本だが。もろもろ光っててもったいないっすね。いやー、チャンスか、しかも。白井くん一人だと全然うまくもなんともないんだよな。あ、いいですね。思ったより筋力足りてないかもな。筋力かな。倉持の実質は本当優秀ですね。こういう感じでどれないからこれしようとかっていうのができるんで。で、これはスカウトの評価もあるんでね。おお、いいですね。マネさんが本当活躍だな。で、清本とチャンス。チャンスレベ3で取るのは辛いぞと。取れないっすね、しかも20丸までいけねえわ。いやー、いいですね。これで最低限のコツは集まりましたね。で、鎌狩も、ちょっと阿部比を早く教えてほしいんだが。いやー、まずいなー。阿部比が取れないなー。タイミング的にこの辺で教えてくれてれば嬉しかったんですけどね。で、久方もまだ、金徳終わってないと。鎌狩もリーチはしてるんだがっていう感じですね。なんか中途半端にイベントが終わらなさそうだな。うーわ、もったいない。メンタル色いねえか。鎌狩。倉持ちいるんだが体力はちょっとつらいなと。単純な幅広どうすっかな。取ろうかな。もうアーティストがつらないなと。ちょっと待とうかな。
どうすっかな。メンタル練習しといてもいいんだが、メンタルやっとくか。さすがになさすぎるな、精神ポイントは。いらんいらんこれ。おお、危ない危ない。で、エナジストーンの練習でいいですね。そうだな。まあこれでいくか。あと1回聖堂魂燃やしたいのと、まあ敏捷はほぼほぼ集まってきているので、まあ、他の練習ですね。特に鎌狩りとの練習と、清本との練習が大事ですね。筋力技術両方足りてないんで、全然鎌狩りが阿部日をあと教えてほしいんだが、1回でいいんで。でもやっぱりバランス型だと結構つらいですね。やっぱり守備力上げてセンター作ろうと思うと結構つらいですね。デッキが足んねえな。白井くんが SR できてくれると助かるんだが。おお、ほんとなんかバカ試合だな、さっきから。さっきの躍進の時もほんと半端なかったっすね。いいですね。これはまあ最低限もらいましたね。で、誰か光ってますと。別に嬉しくないんだよな、そこで光られても。フールやか、ソウルコッツ？ソウルコッツワンチャン狙ってみますか。いやー、ほんともう損しただけだったな。ダメだな、やっぱり。清本か。これは行くしかない。かわひかな。どっちでもいい。正直どっちでもいい。コツをくれ。うわぁ、処理練習だったか。そして熱いやる気さえできたな。これもなんか乾燥しそうな雰囲気だな。乾燥してもなんですよね。電光石火重すぎて。やる気を上げておくと。一級二個はつかめましたね、とりあえず。これはまあメンタルでもいいんだが、メンタルやっとくか。ほんと足りねえな、精神が。このまんまじゃ。そうだな。まあこっちかな。鎌狩りもいるし、やる気効果アップがあるんでね。電光石火失敗してくんねえかな。逆に盗塁骨もらえるんでね、失敗すると。失敗してくれた方が嬉しいんだが。そして、いやー、辛いな。ここで燃やすのは辛いな、さすがに。あ、まあこれいいっすね。スカウト評価と、まあ体力回復のメンタルやりたいんで。なかなかいけないなと。これ行くしかないな。うわぁ、さすがにきつかったか。もったいないっすね、ここで怪我は。まっかりじゃないと。つらいな。ちょっときついな、これは。メンタルかな。
これ来るんだったらだな、本当に。ちょっと遅いですね。これ来るんだったら練習しましたね。5番か、この能力で。大して何にも上げてないんですけどね。で、サクッといきますと。パワーヒどうしようかな。せっかくアーティストあるからな。待っててもいいんだが。まあ、いいか。いいか。もう取ってっちゃえばいいか。チャンスはちょっと待ちたいな。どうすかな、どうすかな、待とうかな、これも。いいか、これは取っちゃうか。で、入魂も取りたいんだが。うわぁ、臨床だけだな、なんかいい感じの。もろもろ辛そうだな、これ。まあ、これでいきましょうと。あとはもう試合で荒稼ぎするしかないっすね。一応経験点も持ってるやつ持ってきてるんで、まあ活躍して荒稼ぎしてっていうところですね。でまあ左打ちで今回作っていて、食チーム結構低かった。とあとは僕自身左打ちあんま慣れてなくて右ばっかで作ってるんで、まあ地方は問題ないと思うんだが、真田ね、三島は真田より全然優秀ですってことが僕が使ってて分かったかもしれません。両方 SR 使ってて真田は正直使いどころないなーっていう感じで、どうすっかな、ミキサー立てんのかな。まあ、機械やればですけどね。まだ5枚いらない SR って揃ってないんで。で、これはもう行くしかないんだが。わー、ちゃんめん教えてほしい、マジで。走塁はもう取っちゃえ、これ。3目か、早急とかかな。早急レベル2だよな、今多分。3なのか。早急こっちでもいいな、正直。手にこ取るか。重っ。いやー、頼む。3目くれ。あー、盗塁だったか。まあ、さすがに無理か。さすがに狙い撃ち無理ですね、倉持が。で、もう誰でも燃えそうだな、これ。誰行こうかな、明日。中之島とかでもいいな、正直。中之島行こうかな。まあ、やる気の問題ですね。やる気絶好調にしときたかったっていうところで、おっと、電光石火、一応完走しましたね。で、成功しましたと。いやー、辛いな。電光石火、完走か。久方完走してほしかったんだけどな。激重いですね、やっぱり。何度見ても激重いですね、電光石火は。その、チャレスターの時に、電光石火は、そんなに苦労を感じなかったんですよ。というのが、まあ、走塁系で集めてたんで、まあ、そんなに重くもないなっていう感じだったんですが、さすがに普通の選手を作ってるときは。うわー、スライダーに行こうか。負けてるんでね、結構加点していかないと。やばいな。投げました。1球外した。ボール。カウント1ボール2ストライク。第4球を。投げました。危ねえ。いったか。どうだ。入るか。チェンジアップ危ないっすね。これはまあいったかな。ランナーいないんで、まだまだ予断を許さない感じですね。いやー、辛いな。第9。
投げました。打ったこれはランナーいないからきついね。いやーもうほんとつらい。第9投げました。打った強い当たり入れば同点だ。いった上段 OK。 またランナーいねえな。第9投げました。めっちゃ綺麗ですよ。タイミング合いません。第2球むしろ成宮より強いんじゃないか疑惑ですね。この時は3球目投げた。頼む、これはもう抑えてくれ。さすがに多いですね。ギリギリでしたね。川上投げちゃってたんで寸前罰の。鎌かりさん頼みますと。ちょっとびっくり出てくれと。出たんだが辛い感じだな。これ流し打ちもまだ残ってるからな。阿部おーよかった。いやータイミング悪いな。体力減ってれば鎌狩り連れてきた意味っていうのがあったんですけど、今ので電光石火一応取れんな。取るかー、せっかくだし取るんだが、ちょっともろもろポイントが、もろもろポイントがな。ちょっと電光石火待ちますか。トールコツがもしかしたらもう一回来るかもしれないね。いいですね。アンダー製造機は無理でしたね。あと一回来てればって感じだったんですけどね。アンダー製造機は来てほしかったな。で、ほぼほぼこの辺も能力を上げ始めないと。あとはちゃんめはちょっとさすがに倉持連れてきたんで欲しかったんだが、ちゃんめも辛そうだな。行きましょう。パワーはシーンしといた方がいいかな。おお、いきなり嫌な感じだな。第9投げた、アウトロー、直球は外れてもバッターよく見ました。投げた。ちょっと痛みすぎなんだよな本当に。センターに送った。ランナーに第9シュートだ。投げた。ギリですね。パワーちょっと足んないっすね。第9投げた。ストレートはボール。ファーストランナーをちらっと見て投げました。ボール。カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げました。シュートは空振り。少し意識しすぎたか。第4球を投げました。OK ですね。この試合満点ですね。ちょっと声が。第9まあ問題は2試合目ですね。甲子園決勝まで行けるかどうかでかなり選手の質が変わるので、パワー足りないのか。さすがに C だなパワー。いやーアーティスト取れねえな。したらつらいな。もろもろ無理すれば取れるって感じですけどね。まあ無理すればいいのかな。もう C いかねえし。で倉持と中島さんですか。中之島だなこれ。どうしようかな。そう、中之島だと外れないんですよコツ出たら。ただ倉持はバントコツ出たら大外れになっちゃうんで、どうしようかなって感じですね。倉持、うわチャンス盗塁阿部飛だもんな。全部当たりだもんな。流し打ち来ても当たりだしな。
倉持ち外れたら辛いぞと、かなりの博打だな倉持ちは。63だからな、経験点全然違うんだな。倉持ちいくか、3目盗塁どっちか。うわははは外れた。いやー、これがサクセスですね。一番いらねえのもらっちゃったな。で、行ってみましょう。テンション下がっちゃいましたね、今ので。お待たせいたしました。あー、しかも激闘第一か。5番。第9、投げた。ストライク。つるやつらいな。さあ次の投球、投げた、スライダーだった。バッター追い込まれました。第3球を投げた、1球外してボール、カウントは1ボール2ストライクです。投げた、ストレートはボール、ここはよく選びました。カウントは2ボール2ストライク。おファインプレー。うーわ、ファインプレーに阻まれました。スライ負けそう。5番、第9球ボール、第2球投げた、横田へボール、カウンター2ボールのストライク。第3球はラッキーですね、これはランナーもいたんで。もういいぞ、ランナーいくぞ。第9球、しかも鶴屋終わってますね。さあ次の投球、投げました、アウトコース低め、ボール、慎重に攻めてきます。カウントは2ボールノーストライク。うわー、詰まったな。レフトへの当たり、取った、これで2アウト。うーわ、最悪だな。5番、聖堂リードで迎える7回です。今日3打点、大高投げました。判明か、相手へ飛んだ、フェンス直撃、ボールは中継、大高ツーベース。まあまあまあ、勝てたんでというところですね、ここは。少ねえな、やっぱり。で、最後の練習ですと、メンタルにかまかりか。安倍人流し打ちか。流し打ちだな、これ。もらえるんだったら。いやー、もらえなかったか。まあさっきの倉持ちのコツがな、それだけちょっと心残りですね。電光石火取るか、せっかくだし。重っ。技術が一気に足りなくなっちゃったな。送球とかも取りたいんだけどな。あ、レーザービームとかもある。なんか、器用ビームになっちゃいそうですね。まあ行きましょう。行ってまあ割り振り考えましょう。ピンチョウちょっと多すぎた感じですね。お待たせいたしました。倉持ちいらなかったかな、したら。5番、2回の裏。第9。彼ら揃ってればね、育ってればね、投球これから2球目、そっちでもよかったんですが。センターへのフライダー、おお、ギリギリよかった。大高、いいバッティング。ただ、ただ勝ってないと。ランナーいないのつらい。第9投げました。ランナーいないのなんとかしてほしいな。第2球、うわーフォークか、まずい。石田ボールを取る、全然だな本当に。テントロ、テントロ、いやーつらい。第9打った、これはいいや、取れた、さあ中間を受けそう。テントロ、テントロ、マジでランナー来い。5番、ケイ、第9投げました、オッケーです。頼む、もう終わってこのよね。オッケーですね、無事勝てましたと。ちょっと骨状況が微妙だったなと。レベル5にできないっすね最近、もろもろ。
やっぱりレベル5にしたいコツ、盗塁二重丸とか、例えば電光石火今回取れたんでね、ファンの頭とか、あとはアーティストもできたらレベ5、パーヒッターレベ5で取りたくてという感じですね。さて割り振りですが、うーわ、バントちゃんめ取りてえな、これつらいな。早急は取るか、印象ばっかり余っちゃってんな。いやこれつらいぞ、この選手。なくなっちゃってんのか、しゃあねえな。さすがにちょっと金徳が、金徳取ったからな、結構。おっと微妙に足りないんだな。肩を下げれば一応いくと。2倍悪いな、またなんか特の、あ、もう確定しちゃってんのか。どうしようかな。補給、補給までいいでいいかな、したらさすがに肩 D 欲しいぞと。で残ったポイントで、そうだな、代打ヌードか。まあ代打はもう精神使えねえからな。代打で守備力70か。70ですか。査定取るんだったらチャンスなんだよな、基礎減らして。ただちょっとさすがにもう基礎もほぼほぼつらいぞと。どうすっかなこれ。これでチャンスでもいいのかな。まあこれが一番うまく使えそうですね。はい、ということでできました。金徳3つと、まあ欲しい特殊能力はほぼほぼ取れたんですが、そうするとやっぱりまあ基礎値にポイント回んねえなという感じですね。でまあ範囲としては敏捷を集めすぎたのと、まあオールシークライでこの特殊能力だったらまあほぼほぼって感じなので、範囲はやっぱり敏捷を集めすぎっていうのと、骨状況がもうちょっと改善されればよかったと。あとは練習ですね。まあ目立ったミスは激闘第一で僕は打てなかったぐらいで、まあ運は普通くらいだったと思います。なんでまあ精度はこんなもんなのかな、今の僕じゃ。で、小田編集と。で今できた選手がこいつかな。
そうですね、一応 S ランクで、査定は上げられますと、入れれば。ただまあどう使えばいいんだろうな。一緒なのか、この天才くんと。天才くんと一緒なので交換しようかな。いやもうこの天才くん恥ずかしいんでね、入れてるのが。何番で使えばいいんだろうかと。まあいいか、これで。はい、ということで今回のサクセスは以上となります。もしよろしければ皆さんから見て動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。